まずカメラマンさんを誰に撮ってもらいたいかっていうのをまず決めて、今回宮沢さんに撮っていただきたいなと思って、で、まあ、タイで撮影したのと、あと東京のスタジオで撮影したのがあるんですけど、まあ、どういうシチュエーションでどういうライティングでどういう衣装で行きたいかっていうのも提案して、で今回やっぱり挑戦という意味では、モノクロはやっぱり前から興味はあったんですけど、スタジオでモノクロでシンプルな衣装で撮るっていうのはやっぱり表現力がすごく必要で、でやっぱり女優としてもこれから活躍していきたいので、そうですね、その表現力を自分の中で勝負しましたね。今回のテーマは母性とか愛とかが全体的にテーマなので、それを見せれるように、あと綺麗な体も見せれるように、残せるようにこういうショットも多めに入ってますね。タイで撮ったんですけど、まあ、衣装はなんかリサーチをし、いろいろなんか男性がどういうのが好きなのかとか、今回衣装どういう風なのを着ようかっていうのをリサーチした時に、白のタートルは男の人は好きなんじゃないかなっていうのが話が出て、わかりますで、まあ、一応白のタートルでちょっとピタッとしたんで撮影したんですけど、これは私はこんな表情するんだっていう表情が撮れた1枚だったので、そういう表情しようと思ってしてないっていう、多分奇跡に撮れたいや本当びっくりしてます。ずっとやりたかったヘナアートっていうのもやったりとかしたんですけど、あとはそのモノクロか、モノクロの写真も何枚かあるんですけど、このスタジオの中でシンプルな中でどう表現するかみたいな。そうですね、何も本当にない空間で動きだけと、あと表情とで、すごく勉強になりましたし、もっとこうした方がいいかなとか宮沢さんも指示してくれて、すごく気に入ってます。まあ、4月から5月にかけてアニーというミュージカルをやってたんですけど、アニーの千秋楽の本番が終わって、で打ち上げの席で体調を崩して、まあ、病院行ったりして、急性腎盂腎炎という診断があって、だからそうですね、私も初めての病気だったし、初めて聞いた病気だったので、いやびっくりしましたけど、安静にしてとりあえず、あと薬を飲んでしっかり休んだので完治できました。腎臓なので、背中この辺ですね、この背中ともうこの腰の上あたりが、で2、3日前からちょっと違和感はあって、まあでも大丈夫だろうと思って本番やってたんですけど、本番が終わった直後に痛みと、あと寒気がもう尋常じゃない震えが来て、痛かった場所説明するためのここですちょっとやってみますちょうどここですね、あ、じゃあ腸のあたり、そういう図では、ね、腸はこれ腰なんですけど、このあたりですね先生みたいな途中からその鎮痛剤、痛み止めを飲んだんで大丈夫だったんですけど、痛み止めを飲んでない時は本当まっすぐ歩けないくらい痛くて、歩くのも辛かったですね。でもお医者さんからは基本的に、あのお手洗い以外はベッドから出ないようにって言われてて、ただまあ水分をよくとって本当に安静に寝てましたね。で、アニーの本番が終わってすぐだったので、本当に本番中じゃなくて良かったっていうのと、まあ、今回病気になってご迷惑をおかけした関係者の方がいらっしゃるので、また一緒にお仕事できるように私もこれから頑張りたいなと思います。お酒は我慢してますお酒は好きなので、まあ、あまり飲みすぎないように、まだ解禁はしてないですけど、はい、いつぐらいに解禁するの？でもちょっとずつ、まあ、一杯ぐらいならそうですね、まだでも体調が、まあ、完全に治りましたけど、やっぱまたかかっちゃうと怖いので、しばらくは休
くします、はい、今回ご心配をおかけして本当にすみませんでした、これからはまあ健康管理もちゃんとして皆さんに、素敵な作品だったりとか素敵な写真だったり素敵なお芝居を見せれるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。